32章。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アローのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか、私たちにはわからないから。それでアローは彼に言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して、私のところに持ってきなさい。そこで民はみんな、その耳にある金の耳輪を 耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあな,あなたをエジプトの地から連れ,連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは奪わっていった。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く。 彼らは前世の池を下げ、若いの池を揃えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては倒れた。主はモースに教えられた。さあ、すぐ降りていけ。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも、私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために異物の講習を作り、それを不死拝み、それに池を下げ、イスラエルをこれがあなたをエジプトの地から上った 連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実に同じの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって。私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神、主に嘆願していった。主よあなたが偉大な力と力強い道を持ってエジプトの地から連れ出された。 ご自分の民に向かって、どうしてあなたは身怒かりを燃やされるのですかまた、どうしてエジプト人が、えー、神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですかどうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたの下部、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに近い、そして彼らに。 私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地,地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこ,のこれを相続地とするようになる、と仰せられたのです。すると主はそのために下すと仰せられた災いを思い直された。ーセは向き直り、二枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった、すなわち表も裏に。 表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の策であったそ,その字は神の字であってその板に刻まれていたヨシェは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った祝宴の中に戦の声がしますするとモーセは言ったそれは勝利を叫ぶ声ではなく敗北を嘆く声でもない私の聞くのは歌を歌う声である祝宴に近づいてこうして踊りを見るなりモーセの怒りは燃え上がったそして手からあの 板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った格子を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラジンに飲ませた。もうロンに、った。この民はあなたに何をしたのですかあなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは、アロンは言った、我が主主よ、どうか、怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。彼は私に言いました。 私たちに先立っていく神を作ってくれ私たちをエジプトの地から連れ,も連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないからそれで私は彼らに誰でも金を持っているものは私のためにそれを取り外せと言いました彼らはそれを私に渡したので私がこれを火に投げ入れたところこの格子が出てきたのですモーセは民が乱れておりアロンが彼らを放っておいたので の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿屋の入り口に立って、誰でも主につくものは私のところにと言った。するとデビ族がみんな彼のところに集まった。そこでモーセを彼に行った。イスラエルの神、主はこうせられる、おのの腰に剣を帯び、宿屋の中を入り口から入り口へ行くめぐって、おののその兄弟、その友、その隣人を殺せ。デビ族はモーセのこと通りに行った。その日、民のうちおよそ3000人が倒れた。 そこでモーセは言った。あなた方は、おののその子、その兄弟に逆らっても、今日、主に身を捧げよ主が今日、あなた方に祝福をお与えになるために、翌日になって、モーセのために行った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今、私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖がうことができるでしょう。そこでモーセは、主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。 自分たちのために金の紙を,を作ったのです。今もし彼らの罪をお許ししてくださる者なら、しかし、えー、もしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。すると主はモーセにおわせられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は言って、私があなたに告げた場所に民を導け身を私の使いがあなたの前を行く。 私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。こうして、えー、主は民を討たれた。アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである。